メガネチャンネル。こんにちは、メガネチャンネルです。じゃじゃーん、ほぼ日手帳買いました。2020年の手帳どうしようかなって悩んでたんですけど、ほぼ日手帳に決めた理由があるんでお知らせします。まずはですね、開封しますね。せーの、じゃーん。お、何かメッセージが書いてあります。なんかこう箱こだわってんのいいですよね。せーの、じゃーん。せーの、あ、ダメなやつこれ。ほい、来ました。出た、見てこれ赤い。じゃあ開けます。ほい、おー、すごい、この高級感。なんかこの布、あ、これ見て、マザーの付箋かな、これキャラクターがね、いっぱい書いてあります。さあ、これですよ。手帳カバー、ほぼ日手帳のカバーのシリーズで僕一番欲しかったやつなんで、これ買いました。ちょっと出してみますね。ほい、じゃじゃーん。見てください、革ですよ。本革のマザー2の手帳革買っちゃいました。これ見える？これ見えますかね。本革にマザー2のキャラクターたちがエンボス加工されてます。土星さんいますね、ここに。レス発見しました。自転車乗ってますね。あ、ここにジェフがいますよ。これ基本マザー2のキャラクターたちが乗ってるんですね。で、中の方ね、これほぼ日手帳といえばね、日本のしおり、あとここペンホルダーがあって、ここにペン刺すとね、開かないような仕様になってます。で、やっぱりね、今回ポイントはこの革なんですよね。経年変化していくことで革に味合いが生まれていきますね。で、今回購入したのはもう一個あって、こちらがね、今日紹介したいメインなんです。はい、じゃあ開けますよ。じゃーん。あ、また一緒ですね。じゃんじゃん。あ、またダメなやつだってこれ。じゃん。おー、なんかいっぱい入ってるよこれ。ほぼ日の100人種が入ってました。あ、なんかペンが、ほぼ日の赤いボールペンが入ってました。おまけって書いてあります。後で調べたんですけど、ユニのジェットストリームなんですよね。赤ってところもマザー2と当てていいですよね。で、こちらです。欲しかったんですよ、これが。新しく出るって言うんで、ほぼ日手帳しようと思って買いました。これデイフリーって書いてあります。どういう手帳なのか見せていきたいと思います。ほぼ日手帳といえば、1日1ページでその日にあった出来事を書き込めるような手帳なんですけど、このデイフリーは前半の方に週間カレンダーとか月間カレンダーがついてるのは一緒なんですけど、肝心の中身のページっていうのはね、真っ白、日付が入ってないんですよね。要は自由帳みたいな感じ、この方眼が入ってるような感じのページなんです。ほぼ日手帳の一番の特徴の日々の言葉もちゃんと入ってるんですよね。なので、これどこのページ開いても日付の入ってない自由なページなので、非常に使いやすいと僕は思いました。ほぼ日手帳ってすごくいいんですけど、頑張ってこう書きたくなっちゃうんですよね。ただ1年もあると書けない日とかも出てくるわけですよ。で、僕は白紙のページとかがね、許せないわけですよ。書き続けていったはいいんだけど、何かのきっかけで1ページ書き損ねてしまって、後から書くのもまたなんか嫌ってことで、そのまま手帳を使わなくなってしまうってことがよ、僕よくあってですね。でもこれだったら日付入ってないから気負わずに自分の使い方ができるなと思ったんですよね。自由帳的なメモ書き的な使い方もできるし、逆にここに日付書けばその日のスケジュールみたいな使い方もできるかなという感じで、あとこの薄さも気に入ってます。少しでもね、荷物軽くしたいなって思いもあったんで、で、デイフリーが出たんで、これはいいなってことでね、購入してみました。じゃあちょっとカバーかけてみましょうか。この中の方にね、入れていきます。ギュギュッと。もう片方、これがね、なんかね、折っちゃいそうで怖いんですよね。あ、怖い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 。あ、入りました入りました。
いい感じじゃないですか、これは。はい、完成。これさっきのユニのボールペンつけてみようか。ジェットストリーム、ここを入れてみます。よいしょ。これね、最初はね、革なんでね、形がね、馴染むまではね、ちょっと大変かもしれないけどね。はい、こんな感じですかね。はい、どうですか、ほぼ日手帳完成しました。手帳についてたこの付箋ちょっと見てみようか。これは、あ、なるほど、中は白黒になってて、メモが書きやすいようになってますね。これデザインは全部一緒かな。一緒だよね。あ、違う、2種類。これが1つ目の絵柄で、これが2つ目の絵柄ですね。絵柄違いますね。芸が細かいですね。はい、それではまとめです。いかがだったでしょうか。ほぼ日手帳ね、2020年年は明けましたけど、ウェブサイトでまだ販売してます。今回紹介した新商品のデイフリーなんかは、いつ買っても使っていただける商品なので非常におすすめです。僕マザー大好きなんで、マザーのカバーにしたんですけど、カバーの種類はいっぱいあるんで、自分好みのカバーをね、見つけてみてください。はい、それでは今日の動画はこれで終わりです。少しでも参考になったら幸いです。それではチャンネル登録、高評価どうかよろしくお願いします。では次の動画で会いましょう。バイバイ。風邪ひくなよ。風呂入れよ。